皆さんこんにちは、レック専任講師の鎌田です。本日はですね、 S 式合格講座の使い方ということで、 S 式講座というものをどのように使っていったらいいんだろうかっていうところをですね、少し皆さんと共にですね、イメージを持っていただければと思います。まず最初に、皆さんはこれから行政書士試験に挑もうと、要は法律の森の中に迷い込んだっていうのをイメージしてみてくださいと。法律っていうのは知識いっぱいあります。木々がうっそうと生い茂っていますと。さらに外国語のようなもので、普段は見たり聞いたりしたことのないような言葉もいっぱい出てきますと。その森の中に皆さん飛び込んで、そして出口合格というものをつかみ取ってくださいねっていう状態にあるわけですよね。この時に、通年の講座であればですね、私たち講師とともにですね、1年をかけてやっていくわけですから、要はガイド付きで、こっちですよ、あっちですよ、この木は大事ですよとかいう形で一緒に歩んでいくわけですけれども、当然のことならガイドをつけるということはコストもかかってくるわけですね。そこまでのコストはなかなかかけられない。そんな毎週ですね、2時間も3時間もですね、授業生で聞く時間もないよっていう方、でも合格したいっていう方のためにですね、S 式講座があるわけですね。コストを抑えて合格をつかみ取ろうと。じゃあですね、どうやって合格していったらいいんだろうかと。当然、通年の講座と違って講義時間もかなり少なくなっていますと。皆さんが努力しなければいけない量っていうのは当然増えてくると。じゃあどうやって努力していこうかと。まず独学の時ですね。独学の場合は法律の森に迷い込んで、右も左もわからない、だけど手探りでゴールを目指そう状態ですよね。そうなったら手探りでゴール目指してるわけですから、今ここにいるっていう状態からですね、こっち歩いてったりしちゃうわけですね。こうなったらゴールこっちですから、合格こっちですから、合格つかみ取れないですよね。かなり困難なんですね。ただでさえ行政書士試験は一般合格率 10% っていう難関資格でもありますから、独学だと非常に困難だと。じゃあどうやって合格したらいいんだと。自分で頑張らなきゃいけない時間多いんだろう、 S 式っていうのはと。考えてみてくださいと。この全体像が把握できて、なおかつポイントですね、重要なポイントはこの辺ですよっていうような指針があれば、あ、こういうところ通っていけばいいんだなっていうイメージが持てますよね。皆さんの学習する際のイメージ、通路が見えてくれば、独学でも合格っていうものはつかみ取れると。これが S 式なんですね。ですから当然のことながら、講義の中では全ての知識を網羅的に一緒に歩んでいくということはできませんけれども、全体像、基本的なところ、重要知識というところを講義の中では中心として確認していきます。また試験ではこういったところが聞かれてきますよ、こういったところが大事ですから、こういったところを意識して勉強してくださいねっていう指針も示しながらですね、講義の方を進めていきたいと思いますと。このように S 式講座っていうのは、全体像を把握してポイント指針を確認をしながらと、講義のところで確認しながら、テキストなどを使いながら、皆さんが日頃の学習で実習のところで合格をつかみ取っていくと。効率的に独学でも合格率を上げよう、合格しようっていう講座、これが S 式講座になってきます。ですから皆さんの学習のイメージとしてはですね、まずは講義を視聴してくださいと。この講座はですね、隙間時間で学習できますよっていうのを目的として作られてますから、講義聞きながらテキストとかを見比べながら勉強していきましょうっていう講座ではありませんから、まずは講義を視聴すると、隙間時間、通勤通学中などに聞いていただくと。そしてお休みの日など時間がある程度取れるときにテキストなどを確認していきましょうねと。で、問題集とかも適時ですね、解いていくと。アプリも適時解いていくと。で、1日の終わりにもアプリも解いてみると。この繰り返しをして、直前期に申しを受けてみて、実際の感覚をつかんでいただいて、いざ11月に試験本番を迎えて、合格を勝ち取ろうと、戦に勝ち抜こうということになっていくわけですね。
もう少しイメージを持っていただく、じゃあどうやって勉強していったらいいかなというイメージを持っていっていただきたいんですが、まずモデルパターンとしてですね、平日は仕事ですと、土日が休みですっていうのをイメージしてみましょうかと。平日は仕事で時間限りある、まとまった時間取れません、ですから通勤通学の時間で講義を聞いてくださいと。で、講義は1コマ15分程度ですから、通勤通学中でもですね、1コマずつですね、切りよく聞けるようにできている。またテキストと見比べなくてもイメージしていただけるように、学習できるようにですね、授業の中ではできる限り図などを使って、ご説明をしていますから、こういう話があるんだ、こういうところがポイントなんだなっていうところを通勤通学退勤の時間などで聞いていただくわけですね。そして帰ってからアプリで本日の通勤時間、退勤時間、休憩時間などに聞いた講義の単元の問題をアプリの方で解いてみると。一日聞いたところを最後寝る前に問題ちょこっと解いてみて、就寝していくと。これがステップ1、2、まず第1点目ですね。平日仕事がありますよっていう時の平日の使い方ですね。で、注意していただきたいのは、当然のことながら皆さんに合格をしていただきたいわけですから、講義限られた時間の中でお話ししているのは超重要知識になってくると。そうなってくると超重要知識だけ確認してても当然試験では合格はできないわけですよね。超重要知識がなければ応用知識もついてこないので、超重要知識は大事なんですけれども、だけど合格を目指すってなったら、よりプラスアルファの知識、テキストに載ってるような知識も必要になってくるわけですよね。だからこのアプリではテキストの方を見ないとわからないですよといったような問題も入っています。それは何でかって言ったら、皆さんに合格してほしいからですね。実際に講義で聞いた超基本的なところだけの問題を盛り込んでいて、皆さんにできた気になってほしいわけじゃないんですね。皆さんに合格をしてほしいから、テキストの方に入っている知識もここに載ってると。だから、講義聞きました、帰ってから問題解きますっていうレベルでは、このアプリの問題、解ける問題も当然あります。講義の中で出てきてますのでありますが、解けない問題も当然あるんですね。だから、あ、解けないじゃねえかっていうことで落ち込むと、一喜一憂するっていうのはやめてくださいと。一喜一憂しなくても大丈夫ですよと。じゃあ何を意識してほしいか、1回目アプリを解く際には、帰ってからアプリを解く際にはというところですが、その際には、講義で出てきた知識はですね、できれば解けてほしいわけですね。丸×を分かってほしいわけですね。で、出てこなかった知識については、見たことねえやってなったら、もうすぐこれ丸とか×は適当でいいですから、おっしゃってくださいと。大事なのはここから先です。解説が乗っかっていますよねと。見たことない知識が出てきた、講義で聞いてないよこんなのっていうのが出てきたら、解説の上、あ、こういう知識もあるのかっていうのを解説の方で確認をしてくださいと。問題集っていうのはよく言うんですけれども、第二のテキストと、丸か×かが大事なんではなくて、解くのが大事なんではなくて、読むのが大事なんだ、分析するのが大事なんだというものですから、見たことない知識出てきた時は解説を見てですね、あ、こういう知識もあるのかと。で、本年はですね、アプリの問題にもほとんどの問題に私コメント入れましたので、コメントの方で、プラスアルファの知識であったり、ポイントとなるようなことであったりを、あ、そういう話なのねということで確認をしていただくと。こういった形で1回目のアプリを利用していただきたいんですね。で、平日は講義聞きました、アプリで寝る前に問題解きましたとなりましたねと。土日休みになりました、時間ありますっていう状態になったら、机に向かえるわけですからテキストを見ましょうねと。平日扱った聞いた講義の単元のテキストのページをですね、その休みの日に処理をすると。そしてテキストを見終わったらまた問題を解いてみると。1回目講義を聞いただけの時には解けなかった問題もテキストを見たら解けるようになっている。また1回目アプリを解いてるわけですから、見てるわけですから、2回目になるわけですよね。で、2回目解いて解説見てってなったら、記憶の定着にもいいですから、記憶っていうのは何回も何回も繰り返すことによって定着してきますから、この段階でアプリを2回解いて記憶の定着を図っていくと。
これが基本的な皆さんの学習スタイルになっていくわけですね。平日は講義聞いて寝る前にアプリ問題解きます。土日休みの日にはテキストを見てテキストの該当箇所の問題を解いていきますよと、その繰り返しをしていくと。で、一通り学習終わりました。アプリもですねデータ見れますから、正答率が7割8割を超えてきましたってなったら、アプリの問題は大体できてきたな、じゃあどうするか、実際の本番を解いてみましょうと。過去問10年分の過去問集をですね皆さん解いてみて、実際の試験ではこういうふうに聞かれてくるんだなと、同じ知識でも言い方変えられてるなとか、このテーマが結構聞かれてるなとかいう形で、実際の過去問を分析していくわけですね。それによってより合格が近づいていくと。さらに行政書士試験では記述というものが高い配点を占めていますから、記述対策というものも不可欠になってくると。本年からはですね記述についてもアプリをちょっと工夫してですね実装しましたと。これ他の予備校さんにはありません。レック独自のものになりますので、ぜひですね記述もアプリの方であったり授業の中でもですねこういったところ気をつけていきましょうねっていう話をしますので、記述についても対応しておいてですね、実際この記述っていうのは60点分ありますからね。300点満点中の60点、なおかつ180点超えれば合格できるっていう試験ですから、180点分の60点取れたらかなり合格近づくんですと。記述3個をですね満点取れたら大体の方合格します。それぐらい大事なところですから、ぜひですねこの記述対策というのも講義であったりアプリで確実にしておいていただければと思います。最後の総仕上げとして模試ですね。模試をしてデモンストレーションして本番の試験どんな形になっているのかを感じていただくと。本番実力を出すためにはその戦場のがどういう状態なのかと、毎年ですね本番にいきなり行ってですね緊張しちゃって頭真っ白になっちゃって出せる能力を出せなかった、これが非常にもったいない、せっかく頑張ったのに最後真っ白になっちゃってですね解けなかったという方、非常にもったいないですから、模試のところでまずはデモンストレーション、本番で緊張しないように本番の感覚をつかむ。3時間って意外に長いようで短いですからね、そういったところの感覚を模試でつかんでいただいて、最終的に試験当日を迎えると。さらに昨年からですけれども、この S 式の講座っていうのは収録したものを皆さん見られているわけですから、生じゃないんですね。だからどうしてもモチベーションっていうものが落ちてしまうと、そこでズームでですね月1回ほど昨年もやったんですが開催をしようと本年も思っていますと。具体的にはズーム投票機能を使った問題演習、こういう問題ありましたよねと、こういう知識が必要でしたよねっていうところの確認であったり、講義時間限られてますからそこで話せなかったちょっと踏み込んだ話であったりですね、応用知識であったり、そういったところを確認すると。さらには勉強していくとですね、私このままの勉強でいいんだろうかっていう形で不安になってくると。要は学習スケジュールこのままでいいのかなっていう方も毎年多くいらっしゃるんですね。ですからこの時期にはこれを勉強しましょうというアドバイスをこのズームフォローの中でやっていったりなどなどをですね、実際に生で講義を聞いているような感覚であったり、ズーム投票機能を使って問題演習しますから他の人も頑張ってるんだと、また他の人は正解できてるな、私も頑張んなきゃいけないという形でのモチベーション維持ですね、仲間の存在というのは非常に受験勉強にとっては大きいですから、そういったところをズームフォローのところで月1回程度生でですね、ズームフォローの場合には、まあ、画面越しではありますけれども、生で私が皆さんと、皆さんと対話形式でやるわけではない、私が話してるだけですけれども、生で私が話してるっていうところも結構モチベーションにはつながってくると思いますから、ぜひですね昨年もこのズームフォローで意外に好評でですねモチベーション維持につながりましたとか嬉しいお言葉もいただいてますから、本年受講される方もですねこのズームフォローの方ぜひですね、積極的にご参加していただければと思います。
じゃあいつやるんだっていう話ですが、それについてはマイページであったりメールであったり私のツイッターなどでですね適時開催告知いたしますので、マイページであったりメールであったりにちょっと注意を持っていただくと、さらには私のツイッターもですねフォローしていただいたりしていただけるとですね、ツイッターについて一番最後の方でお話しますが、告知など見逃さなくて済みますから、まあ適時ですね確認をしていただければと思います。以上のようにですね、基本的な S 式の使い方としては、平日にですね、講義を隙間時間で聞きましょうと。で、帰ったらアプリを一回解きますと。それを平日繰り返していくわけですね。で、平日繰り返したらある程度の単元までは聞けるわけですよね。そしたら、休みの日にテキストを確認して、この平日聞いた範囲のですね、テキストを確認して、確認した後にもう一度問題を解きましょうね。この時点でもう問題2回解いているわけですね。そして、この繰り返しをしてですね、講義、テキストの繰り返しをして、一通り勉強できましたよってなったら、今度は、実際の過去問集に当たってさらに問題演習を繰り返していくと、プラスアルファ記述非常に高いウェイト占めてますからここも対策していきましょうと、最後に模試を実際の現場の雰囲気3時間の感覚をつかんでいただいて戦場に向かうと、こういうスケジューリング学習の感覚でですね皆さんに合格をつかみ取っていただく、これが S 式講座になっていくわけですね。実際に、過去ですね S 式講座を使われて200点をですね超えて合格されている方も多々いらっしゃいますから、 S 式っていうのは授業時間自体はですね限られていますけれども、合格ができる高得点で合格される方もいる講座ですから、皆さんも絶対に合格できますから、ぜひですね S 式講座を使って合格つかみ取っていただければと思います。ただそこでポイントになってくるのは、ここ繰り返すっていうのが大事なんですね。何度も何度も繰り返すっていうのが法律学習では大事になってきますから、繰り返す努力を怠らないでいただければと思います。なおですね、合格講座と記述のパックのセットをご購入された方は模試1回ついてくるんですが、模試っていうのはこれ本番の試験の予想問題をレックの方が作るわけですよね。ってことは予想問題のストックが多ければ多いほど本番の試験で、見たことある知識だっていうものも増えてくる、合格も近づいてくる、有利になるわけですから、模試っていうのは多く受けるに越したことはないんですね。ですから模試をもっといっぱい受けたいという方はですね、模試セットもう本年から皆様のご要望にお応えしてですねご提供される販売されるということですから、模試セットもご検討いただいて、こちら6回ですからかなり多いですから、かなり予想問題ストックできますから、これもですね一つ参考にしていただければと思います。最後になりますけれども、法律学習は繰り返しっていうのが大事なんですよと。繰り返しは正直しんどいです。そうですよね。どんなスポーツであっても最初はですね、楽しくないですよね。基礎練習ばっかりで、テニスであったり、バスケであったり、野球であったり、ずっとですね、基礎練習ばっかりで楽しいと思えないですよね。だけれども、そこを乗り越えたら楽しくなってくる。能力上がってくる。そこを乗り越えてやり続けたら、すごいパフォーマンスができるようになってくると。どのようなことでも一緒ですよね。法律学習も一緒です。繰り返しは正直しんどいです。でもその繰り返すしんどさ、要は忍耐も法律学習では問われているところですから、最大の敵は自分になります。最終的には自分になります。通年講座のように生で私が皆さんにですね、頑張れと、諦めるなっていうことはできない S 式ですから。だけれども合格はできる、最大の敵は自分ですから、ぜひですね自分に打ち勝って、本年も多くの方、一人でも多くの方に合格をしていただきたいと思います。
ツイッターについてですけれども、画面をですね、携帯の QR コードで読み取れる方はここ読み取っていただければ出るようになってますし、こういうふうに入れていただけても出てきますし、蒲田とかレックツイッターとかやれば出てきますので、適時ですね、ツイッターの方でも問題投稿したりですね、法律知識の語呂合わせ、こういうふうに覚えたらいいよねっていうようなものであったり、間違いやすい問題の間違いやすい点を指摘したりですね、頑張れっていう形で応援投稿したりなどなどですね、ツイッターの方でも皆さんが合格できるようにフォローしていきたいと、昨年もそうやっていますので、ぜひですね、フォローして勉強の足しにしていただければと思います。以上ですね、S 式合格講座の使い方ということで、S 式を使ってですね、一人でも多くの方が合格していただけることを心から願っております。また、実際の講義の方でですね、お会いしましょう。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。